友達や家族の顔と似ている人を見かけるとついつい気軽に話しかけてしまう。どうもーリュリュリュです。僕の動画ですが、知育系のおもちゃを紹介したり、コロナ禍でもできる楽しい遊びを探して紹介しています。今回の動画ですが、森の中でもう一人の僕を出現させます。もう一人の僕が現れたら、もう一人の僕に宿題をやらせて、僕は遊ぶことができてすごく楽ができると思いました。ではやってみたいと思います。リリリュー。結局本物の僕はじゃんけんで負けてしまったので、宿題をやることになってしまいました。偽物の2人は遊びに行ってしまいました。じゃんけんのテクニックを磨いて、次はリベンジをしたいです。これからも面白い動画を作ろうと思うので、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです。リュウでした。バイバーイ。